高切れには、桃色クローバー Z のメンバー、女優である。グループでのイメージカラーは紫。神奈川県出身で、県の選定により、東京オリンピックの聖火ランナーを務めることが発表されている。桃色クローバー Z では、メンバー初となる試みが多く、2015年にソロコンサート、2019年にはソロでのテレビ CM、出演。 2020年には連続ドラマの主演を果たした。2016年開始のラジオ番組、高木レニの週末もも黒パンチ、も放送を継続している。繊細さと感受性の豊かさが特徴である。書籍、クイックジャパンの特集で、精神科医の斉藤玉樹による鑑定が行われた、結果、ユニークな内面や豊かな感情、そして衝動を渦巻く、無意識の世界を持っているとされた。 本人曰く幽体離脱の経験があり、イメージトレーニングをしたところ、夢と現実の境界線のところで魂が抜けるようになり、夢をコントロールできるようにもなったと述べている。NHK ドラマ、彼女が成仏できない理由では、幽霊役として主演に抜擢された。もともとは極度の人見知りで、緊張しやすい気質を持つ。グループ結成当初は、本当に私が、 桃黒にいていいのかなと悩み続けていたが、アイドルは、可愛らしくという固定観念を外すことで、自分の元を出せ、トークのうちを務めるなど役割が見つけられるようになったという。悩むからこそ成長できる部分がたくさんあると、前向きに捉えることができるようになったとし、自身の存在意義について、以下のように述べている。私、幸せじゃないって思っている人も、 絶対に幸せなはずだと思うんですよ。幸せなことに気づいてないだけ。それって損だと思うし、自分もそれを味わってきたからわかるの。だから、それをどうにかして教えてあげたいの。そのきっかけにも目論が少しでもなれたらいいなって思うし、それができるようになるためにも、どんなことがあっても自分は幸せでいようって思う。歌って踊って、笑顔を届ける、みたいなざっくりとした感じじゃなくて、 ちゃんと内面的な部分もしっかりしていないと、本当のアイドルにはなれないと思う。クイックジャパンボリューム112キャッチフレーズは、桃黒クロの交渉女。自分を変えてくれた、桃黒クロの存在に恩を感じており、プライベートのカラオケでも持ち歌をよく歌うなど、グループへの愛着心が強い。さらに、自身が、桃黒クロのメンバーで、ファンを、桃黒クロの一員と位置づけており、 街でグッズを身につけたファンを見かけると、自ら声をかけに行くほどである。笑った時に慈愛に満ちた表情を見せることから、ライブでは、笑顔が一番、レニちゃん。という愛の手が定着している。本人も気に入っており、迷った時辛い時、笑顔をなくしそうになる時、その掛け声を思い出すと述べている。ソロ活動では、癒し系の柔らかい声質を活かし、 ラジオパーソナリティやナレーターを務める。将来的な仕事の目標は、ずっと、桃黒クロを続けながら、いろいろな地域に行っていろいろな人と出会い接する中で、感性を磨いていくこと。知らない土地の空気に触れるとすごく神経が敏感になって、いろんなことを感じる力が強くなると述べている。東日本大震災の後には、宮城県小長川町の臨時災害放送局で、 同世代の女性がパーソナリティを務めていることを知り、現地との交流を提案。グループとして街を訪れたり、ライブを開催したりするきっかけとなった。2014年には福島県の小学校でキャリア教育のゲスト講師を務め、下積み時代の葛藤や挫折を明かすとともに、夢を見続けることで報われた体験談を語った。それを踏まえ児童らに将来の夢を 画用紙に描いてもらうと、翌月に開催が決まっていた、国立競技場ライブのステージに飾ることを発案し、当日は児童らを客席に招待した。2019年には、同県で、この際も、現地の小学生とのコラボレーションを企画し、復興支援ソング、花は咲くをステージで共に歌い上げた。デニーは本名である。名前の由来は、 もともと母親の名付けて欲しかった名前がレニであり、大事にしていた人形にもそう名付けていたことから、人形の名前の由来は明かされていないが、音楽サイトの特集記事では、レニの名前はレニー・クラビィッツやザ・ストーン・ローゼスのドラマー、レニにも通じるリアルロックを体現するキーワードだとする独自の解釈も示されていた。一人っ子であり、雑誌のインタビューで幻滅する男性は、 との質問に、家族を悪く言う人。家族も大切にできない人は、絶対に他人を大事にできないと思うと答えている。小学生の時に、母親が自分と似た内向的な性格を直すため、ヒップホップダンスやタップダンスのレッスンを始めさせ、エキストラの仕事も経験させた。本人は、アニメ、キラリン・レボリューションに強く影響を受け、月島キラリンのファンであったという。 2007年、現在の事務所にスカウトされ芸能界入り、同年秋に桃色クローバーの霊気メンバーとなる。2008年の結成時は最年長ということでリーダーを務めていたが、同年秋頃に退任。グループのマネージメントを行ってきた川上明は、当時を振り返り、真面目で考えすぎて余裕がなくなってしまう状態だったため、一歩引いた立場の方が、 本人の色が出せると判断し、交代を決断したと述べている。その後は、ももクロの関連少女というキャッチフレーズで活動し、個性的なキャラクターで知られるようになっていった。2012年の春には、メンバーで、いち早く高校を卒業。同月のライブで、高校を卒業したので一生をももクロに捧げます。なので皆さんも一生をももクロに捧げてください。と述べ、 毎日、ヒロインを名乗り始めた。インターフム、高木レニのキングオブロックで、ラジオパーソナリティを務めるなど、活躍の場を広げた。西日本鉄道の紫駅は、ファン人気のスポットとなっており、本人が1日駅長を務めたこともある。九州で、グループのライブがある際は、駅舎看板が、写真のように、西鉄紫駅が、Z とアレンジされる。 2015年の夏にはライブのリハーサルで点灯し、左手の頭骨エニータンを骨折。3ヶ月間は手首を固定した状態でライブに出演していた。その後も10ヶ月近。2015年3月9日、桃色クローバー Z では初のソロコンサートとなる高木の60分に4本勝負を開催。この日に開催した理由は、 大好きだったヒーバーバーが亡くなってしまった後に聴いていた曲がレミホロメンの3月9日であったためである歌詞の瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょうという部分をヒーバーバーと重ね合わせていたという1日4回公演でそれぞれで異なるセットリストであったが3月9日だけはすべての公演のラストに歌われた 翌年の3月9日にも2度目のソロコンサート、サクサク夢楽崎気共和国笑うもんにのふくるを開催。チケット当選倍率が高かったため急遽、全国15カ所の映画館でも生中継。自身が初めて作詞に関わったソロ曲、ショコラライオンを披露。同年秋には、豊洲ピットにてファンとカラオケ大会をする紫会という奇抜なイベントも開催している。 2016年10月からは、レギュラーラジオ番組、高木レニの週末ももクロパンチ、がスタート。2017年の3月9日には、3度目のソロコンサートを、地元の神奈川県民ホールで、丸ごとレニちゃんと題して開催。ゲストで登場した高木ブートは同じ、高木ということで進行があり、特製のウクレレやザ、ザドリフターズ時代に使っていたベースをプレゼントされている。 沖縄好きを公言していたことから、同年夏には、観光協会からのオファーで、世界遺産、泣き人情跡でのソロイベント、開催、レニーちゃんを開催、ビギンの島袋優が作曲した、三文字の宝物を、披露。この年は、新たな挑戦として、お笑いにも足を踏み入れ、芸人の長野とツーマンライブ、長野と高木を二日間に4公演開催し、その後は、 毎年恒例のイベントとなっている。2018年3月9日には4年連続となるソロコンサートマルゴトレニちゃん2018を神奈川県カルッツ川崎にて開催。本人の演出上の希望により会場は例年通り小さめであったが過去最高となる全国34カ所の映画館で生中継が行われた。なお、 これを最後のソロコンサートにしようと決めていたものの、ファンからの声に押され、翌年以降も続けて開催することとなる。2019年には初の2デーズとして、3月8日にカルッツ川崎で、3月9日に福島県岩き芸術文化交流館アリオスで開催。ソロコンサートで、ラットウィンプスの何でもないやをカバーした際の映像が YouTube で話題となり、 2019年には芸能ゴシップニュースまとめサイトエンジアによる歌が上手い女性アイドル20選にも掲載された。同年には桃色クローバー Z のメンバー初となるソロでのテレビ CM 出演も果たした。2020年新型コロナウイルス感染症の流行を受け3月に無観客ライブとしてリアライブ360プレゼンツ高木レニの大観察祭りを VR 配信。 ステージに360度撮影できるカメラを設置し、視聴者は画面をドラッグして自由なアングルで視聴できるというという最先端の試みとなった。6月には、カングラチュア内県ザレイニシーズン2020を有料配信。グループ内では、佐々木彩香、玉井しおと同じ神奈川県の出身であり、県の指定で東京オリンピックの聖火ランナーを3人1組で、 務めることが発表されている。北川景子、本田翼、横浜流星らを擁する芸能事務所、スターダストプロモーションに所属しており、桃色クローバー Z の活動と並行して、かねてから演技レッスンを重ねてきている。2015年には、踊る、大捜査戦シリーズで知られる本校克行監督の、指名で、桃色クローバー Z 主演の青春映画、幕が上がるが制作された。 第40回放置映画賞では、桃色クローバー Z のメンバー全員の演技が認められ、特別賞が贈られた。さらに、第39回日本アカデミー賞の話題賞、スタヤ映画ファン賞なども受賞した。2020年には、NHK 総合の夜、ドラ枠、彼女が成仏できない理由にて、森崎ウィント W 主演、桃色クローバー Z のメンバー初となる連続ドラマの、 主演を果たした。事務所に押されたい。所属事務所内の格差をテーマとした、有安強化とのユニット、山形対、桜んぼをテーマとした、佐々木彩香とのユニット2017年3月9日に、神奈川県民ホールで開催した、3回目のソロコンサート。セットリストやステージ演出の考案、衣装、グッズ、パンフレット制作にも携わった。セットリスト丸ごとレニちゃん好きだ。 好きな人がいること病名恋、わずらいホワイトラブなんでもないや君のようになりたい、スターダストセレナーでマイナスゲストの、高木ブート、セッション杯。もしもし、夏です。金曜日のおはよう最強パレパレードハッピー残酷な、天使のテーゼリアライズ手をつなごうよ RPG ビリーブ、コーノミキ、アンコールショコラライオンマイナスアンコール、ゲストの、高木ブートセッション一緒に弾くアンコール3月9日。 アンコール2019年3月8日に神奈川県カルッツ川崎で開催した5回目のソロコンサート。翌日3月9日に福島県で開催した公演からは復興支援ソング花は咲くの歌唱部分の未収録。マルゴトレニちゃん2018のダイジェストも含まれる。セットリストスパートブランニューワールド全然全盛君のバンドバースデーと、ビラ開けて。 エイホールニューワールド芸人長野による、エイホールニューワールド、フロム、高切れに、丸ごとレニちゃん2019インカルッツ川崎、コメンタリー映像ライオン放課後ハイファイブねえハッピーオレンジノートガンズ N ダイヤモンド丸、ごとレニちゃんショコラライオンジレッタイナ手紙背景15、の君へ、テールウィンドアンコール3月9日アンコール、一緒に弾くアンコール。ありがとうございます。